院内学級は学校教育法でいう障害者のカテゴリーの中の病弱にあたる子どもたちが入院中に教育を受ける機会を提供される教室のこと。慢性の心臓、肺、腎臓などの疾患で6ヶ月以上の入院、もしくは生活規制が必要な子どもや病弱児が主な対象である。疾患としては心臓疾患。 小児結核、人縁その他が挙げられる。こうした病弱児のための専門の特別支援学校は、都道府県に、各一校程度、一般には、国立病院機構運営の病院や都道府県立、内市は、社会福祉法人などが運営する、子ども病院などに隣接して設けられているが、それ以外のその地方の機関病院に入院中の子どものために、 その特別支援学校から教員が派遣されて、教育的な支援に当たっている。そうした教員が担当するのが、院内学級である。院内学級には、法的な規定が存在しない。講義には、病院内に設置された学級であり、設置の形態としては、特別支援学校の文教室や、小中学校の特別支援学級がある。 また特別支援学校の病院等への訪問教育を行っている場合に指導のための場所が確保されている場合も院内学級と呼ばれる。協議には病院内に設置された小中学校の特別支援学級を指す。入院中の子どもたちは勉強することができないため学習空白や入院による不安感などがあるとされる。 また学力保障という観点からも学習を受ける場所と時間の確保が求められ、そのための学習の場が院内学級である。厚生労働省を中心とした国民運動である健やか親子21では、小児科等のあるすべての病院に院内学級を設置することを目標にしているが、中間報告においてその目標達成は難しい状況にあると示されている。 院内学級の設置には、都道府県教育委員会や市町村教育委員会、及び学校の理解と行動だけでなく、病院の理解と協力も要されるため、設置が難しいのが現状である。学校に通えなくなった子供が、友達同士のつながりを失ってしまったり、学校に通えないこと自体をコンプレックスに思ってしまうことが多々ある。年齢が低いほど、 友達からの理解度も浅く、人間関係を形成しにくいという点も問題である。ありがとうございます。